にちは、リム情報開発の須藤です。資源エネルギー庁によると、2017年度末時点の全国のガソリンスタンド数は前年度から720件減少し、3万747件となりました。ガソリン需要の低下に伴い、ガソリンスタンドは1994年度の6万421件をピークに毎年減り、半数程度となったことになります。またガソリンの販売事業者数も前年度から466社減り、1万4612社となりました。1994年度の3万1559社から6割近く落ち込み、ガソリンスタンド以上のペースで減少が進んでいるようです。ガソリン需要減少の背景としては、技術革新によるガソリン車の燃費向上や少子高齢化、若者の車離れなどが指摘されています。また最近の傾向では、電気自動車や水素自動車などガソリン以外を燃料にした自動車が徐々に普及し始めていることや、人口減少などもガソリン需要の低下につながっているとみられます。一方、ガソリンスタンドの減少で近隣にスタンドがない住民が増え、自家用車への給油や寒冷地の生活に欠かせない灯油の配送に支障が出る、いわゆるガソリンスタンド過疎地問題も深刻化しています。全国的なガソリン需要の低下に合わせ、供給を減らしていく一方、必要なところにきちんと燃料を届ける知恵が今後ますます求められていくことになりそうです。